偉大な指揮者であっても駆け出しの指揮者であっても等しく同じことというのがあります。それは指揮者は一人では何もできないということです。ここに指揮棒があります。これを振っても何の音も出ない。これを投げてもカラカラという音しかしない。指揮者が指揮者であるためには絶対的に他者との共振というものを必要とします。指揮者の仕事の2つ、それは1つはですね、リハーサルというところにあります。リハーサルというのは指揮者の頭の中にあるものを実現していく仕事ですね。その時それがなぜ成り立つかというと、弾いてくださる奏者がいて、そして奏者一人一人の頭の中にある音楽、人生、背負ってきたもの、それらと化学反応を起きて一つの夢に向けて進んでいくわけです。じゃあ本番はどうなのか。皆さんがいつも見てくださるものは本番なわけですけれども、本番はリハーサルを重ねたその先にある賭けのようなものなんですね。決して私たちはリハーサルで作り上げたものをそのままお見せしているわけではありません。温め直して出すようなことではなくて、本番というのはその場で一からクッキングするような、そういう営みなんですね。その時私たちは大いに空間と時間を共有する人たちに影響されています。今私が話している時でもそうです。ここで皆さんは聞いてくださっています。それはただ聞いてくださっているだけではなくて、ここに参加してくださっている。私たちは演奏するときにこの場というものを共有したお客さんたち、そしてスタッフの方々、そういう方々の集中力であったりエネルギーであったり、そういうものに大きく影響されています。コロナ禍でしばらく音楽家というのは無観客公演というものが続きました。今改めてお客さんたちともにしてですね、演奏できるようになったとき、真っ先に感じるのはどれほど私たちがお客さん一緒に場を共有する人たちに影響されていたかということでした。今リハーサルと本番の話をしました。リハーサルでは演奏者と、本番では場を共にしてくださる皆さんと、ここで何が起きているのか、それを一言で言うには私はこのレゾナンス、共振、この言葉が一番ぴったりくるように思います。指揮者は何を指揮しているのか、それはただの音楽を指揮しているのではないんです。指揮者は集った人々のエネルギーを指揮している。故に指揮者は振ると言いますけれども、振るというよりは共に振る、まさにこの共振という言葉がぴったりくるんじゃないかなと思います。そしてこれは、この共振ということは私が人生をかけて追い求めたい哲学のようなものであって、一言で言えば指揮者の仕事は共振を起こすこと。そしていい演奏とは何かと聞かれると、私はいつも激しい共振が起きることだというふうに答えているんですね。じゃあ激しい共振っていうのはどうやったら生まれるのか、今日はそのことを少しだけお話したいと思います。今リハーサルと本番の話をしました。皆さんが主に指揮者というものを見てくださるのはこのリハーサルと本番が主だと思うんですけれども、その前には準備という時間があります。これは決して皆さんの目に触れない大変に孤独な時間です。最初に指揮者というのは他者を絶対的に必要とするというふうに言いましたけれども、共振、強い共振を生む根源は実のところこの準備の段階にかかっていると私は思う。じゃあ準備っていうのはどういうものなのか。ピアニストならたくさんたくさんピアノに向かって演奏するでしょう。バイオリニストならここでひたすら練習するでしょう。ところが最初にお伝えしたように、
指揮者は一人では何もできない。オーケストラの楽譜、もちろんここを準備の段階で一生懸命自分でピアノで弾いてみたり歌ってみたり、そういうことはできます。ですが準備の段階からオーケストラそのものお願いして演奏してもらって準備を作っていく、そんなことはできないんです。したがって我々は楽譜一冊を机に置き、その楽譜一冊と徹底的に向き合うということしかできない。なぜなら楽譜を再現すれば音楽になるというものではないからです。楽譜に書かれているものはあくまで凍れる音楽、まだ設計図の段階の音楽であって、これをどういうふうに立ち上げていくかというところが私たちの主な仕事なんですね。ちょっと例を見せた方が分かりやすいかなと思いますので楽譜を写しましょう。これは私が大学時代に勉強の時に使っていたベートーベンの第九、合唱がついているあの曲ですね。それのスコアです。ちょっと汚い字すぎてですね、ここでお見せするのが恥ずかしかったんですけれども、まあこれもまた自分らしいと思ってお見せしています。ここには無数の音符があります。そしてピアノであったり、フォルテであったり、たくさんの指示があります。これを演奏したとしても、どういうふうに演奏するかっていうところは、かなりの余地があるわけです。例えば、ピアノ、一般的には小さく。これ一つとってもどれぐらい小さくなのか。何デシベルか書いてないんですよ。あくまでもピアノというのは小さくというのはその他との相対的なバランスで小ささが決まってくる。どれぐらいのバランスなのかということは楽譜には書ききれていないことなので、それを我々は徹底的に見て考えていくわけです。例えばですけれども、この最初、この第九という音楽はですね、ピアノ2つ、ピアニッシモ、とても小さくというところでホルンがボーンと鳴らすんですね。そのホルンのピアノ2つというのが一体どういうピアノ2つなのか、もしかするとそのピアノ2つはこれから爆発の予兆をはらんだものすごく緊張感のあるピアノ2つかもしれない。あるいはこう暴漠とした宇宙に一点だけポンと明かりが灯るようなピアノ2つかもしれない。そのことをイマジネーションを膨らませながら徹底的に考えていくっていうのが指揮者の譜読みと準備と言われるものなんですね。本当は作曲者に聞けば早いんです。でもベートーベンはとっくに亡くなってしまっていますし、我々が演奏する作曲家というのはみんな天国に行ってしまっている。だから聞きようがない。故にまずは楽譜に向き合って、この曲がどういうハーモニーでどういう構造で、ベートーベンだったらどういう社会に生きて、誰と仲良くて、何を食べ、誰と恋し、そして誰と戦って、そういう客観的な事実をリサーチをどん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 重ねていくわけです。しかし決定的に重要なのは、この客観的な事実を積み重ねたその先に、この作品は君にとって何であるのかということを言えるようになるということだと思います。つまり客観を突き詰めたその先に自分の主観と矛盾なく合流できるかどうか。なぜなら指揮者指揮しますけれども、その作品の多くはもう何万回と演奏された作品です。例えば運命、ベートーベンの運命でも何でもいいです。もうおそらく何億と演奏されているでしょう。そして偉大な巨匠の演奏もたくさん残っています。その演奏を真似するなら意味はないし、真似するということも簡単にはできないし、真似するんだったら自分がやる必要はない。つまり指揮台に上がるという時には、君にとってこの作品が何であるのか、君にとってこの一音が何であるのか、これに答えられない限りは私たちは指揮台に上がれない。そういうことをしているのだと思います。
このことを私はいつも自分の準備のバロメーターとして一つの言葉で言い表しています。それは君でなければならないのか。今この作品を演奏するのが自分でなければならないのか。このことに対してイエスと言えるまで徹底的に掘り下げるわけです。そして面白いのが、この君でなければ言えない、いけないのかということを言えるようになった瞬間というのは、どこか作品が持っている問いそのものと自分が共振できた感覚になるんです。客観的な事実を積み重ねたその先に主観が響き合う。その時、君でなければならない、自分でしかできないものがあるというふうに思える時がある。まるで作曲者が自分になり、自分が作曲者になって、化身になったような感覚になれる時があるんです。その次元まで準備するということが我々には多分一番大事なんだと思います。最初に、準備が大事。しかし一人で何もできないということを言いました。我々は結局のところ何も一人ではできないかもしれないけれども、ずっと深くまで入っていって、君でなければならないのかという問いに答えれる次元までやらなければいけない。そのためには絶対的に孤独が必要です。一人で降り立ち、一人でその真理にたどり着こうとするような時間が必要であるということを私は強く言いたいと思います。なぜなら指揮者は何も一人ではできないから、思ったものを誰かに伝えて初めてできるわけですよね。これは指揮者だけじゃなくて、よく言う世界を変えるには自分や足元からだという言葉とも響き合っているものだと思います。何か強い共振を思うと思ったら、まずは自分が力強く震えていなければいけない。そして孤独という問題と逃げずに向き合い、君でなければならないのかという問いに答えられるまで練り上げなければいけない。何でもいいんです。その自分でなければいけないと思えるものは、例えばある問題に対して本当に面白いと思える、面白いと思ったものっていうのは伝えたくなるじゃないですか。で、伝えたものが面白かったら、それを聞いた人は他の人に伝えようと思うじゃないですか。そういうムーブメントを埋めるようになるためには、やっぱり自分の中で強く震えているということが絶対的に必要なんだと思います。こういうお話をすると、私はいつも自分の学生時代の師匠の一人である立花隆というジャーナリストのことを思い出します。立花隆は70歳を超えても好奇心の虜のような人でした。いつも目をキラキラさせて、わからないから面白いんだよ、分かったらもっと面白いんだよ、面白いものは伝えたくなるし、伝わったら面白いじゃないのって彼は言ってたんですね。そして私はそのことに学生時代大変憧れて、そういう大人になりたいと思いました。今ここになって思うのは、形は違えども私は多分同じことをしているんだと思います。それが文章のアウトプットであるのか、音楽のアウトプットであるのか、それは結果の違いであって、やっぱり指揮者というのも、ここでお話しするということも、何かを書くということも、それは自分が心震えるものを探し、そして誰かに伝えたいと思うという行為なんだと思います。私がここで言えること、それは強い共振を生みたければ、まず自分が震えていなければいけない。そして孤独ということに向き合い、孤独から逃げずに、君でなければいけないのかという固有性の問いに答えられるようにあり続けること、そういうふうに思います。このセッションはですね、問うということがテーマになっていたと思います。問うということがテーマだと、一般的には自分が問うた結果、つまり何かのプロジェクトであったり、今まで自分が成したことであったり、そういうことを話すことが多いのかもしれませんが、私はあえてここで問うそのあり方、それ自体をここでお話ししてみたかった。皆さんにここで言いたかったこと、そして私が心情として思っているのは、君でなければいけないのか、その問いである。
この君でなければならないのかという問いが皆さんの中に今日じんわりと共振し、何かの次の問いにつながっていくことを願って終わりとしたいと思います。ありがとうございました。